DM という言葉は、一番はダイレクトメールというのがあるんですね。そして、データベースマーケティングというのも DM という頭がついてますね。そしてもう一つあるのが、今一番必要なのがダイアログマーケティング、要するにネットとどう対話型のコミュニケーションするかということだと思います。この、DM 専門店ラブレーターズの中を、スマホで見ていただくと、このような DM に関する情報が動画で、収録してありますので、これを聞いていただいて、そしてわからないことを調べていただければ、今日からあなたも DM プロフェッショナルになれると考えております。